足首のかゆみ、足の裏の痛みが飛蚊症と、どれでしょう、はい、どれがいいでしょう、足の裏の痛みがちょっと、うんうん、あ、それビニール袋脱いでもらっていいですか、はい、ちょっと今恥ずかしいぐらいちょっとアトピーの症状も少し出てるんで、はいはいはい、ちょっとお見苦しいんですけど、全く、でその足の裏の痛みはどうやったら出ます？普段歩いた時も出るんですけど、ひどい時は何もしなくても痛い、うん、今は足湯のおかげで少しマシになったような気がします。そうですか、はい、うん、じゃあちょっと立ち上がってみてください、はい、立ち上がった時の痛みってありますか？今は少しだけあります。足のつま先ですか、かかとですか？かかとですか、はい、かかと、でそれはこうちょっと足踏みしてみてください。はい、それでひどくなりますか？若干ひどくなります。じゃあ今度は、ちょっと椅子後ろで前屈してもらって、前屈した方がそのかかとの痛みが強くなるかどうか。変わらないです。変わらない。今度は後ろに腰に手を当てて後ろに反ってくる、後ろにした方が少し痛いです。そうですよね、まあ、後ろにやるとは体重がかかとにかかりますからね。今度は横にこう倒れてこっちと反対と、あ、やっぱり左側は左に側すると、はい、まあ、それもそうでしょうね、左側に、はい、今度は回転させて、あ、右に曲げた方が痛いです。え、右に曲げ右に回した方が痛い、立ち方がよくない。いい、なんかやってもいいですよ、はい、回数に制限ありませんか？あ、やっぱりでも右に曲げた方が痛いです。なんかおかしいですよね。変ですね。ね、はい、左に回したら左に体重かかって痛いとか言うんですけど、まあ、バランス取ってこうなるからかなとかこう考えますけど、右に回した時にやっぱかかとですか？はい、かかとです。痛みが出るの、うーん、そうかそうか、うん、そうですね。あとかゆみはアトピーの問題ですかね。飛蚊症は何か原因あります？ステロイドを結構塗ったっていうのは、ステロイドは使ってないんです。使ってないのね、はい、そう。あと足の裏他のところはその痛みってありませんか？まあ、ちょっとはいはい、荒れてるんで、はあはあ、その痛みは若干ありますが、その痛みとそのかかとの痛みはちょっと別物っていう感じです。うんうんうん、うん、そうでしょうね、はい、あと肩こりがあるのか、うん、肩こりはそんなひどくないんですかね？ひどく、はい、昔の方がひどかったんです。うん、そうですか。今の方がまあまあいいと、はい、はい、腰掛けてください、はい、そうですか。どうしようかな、うん、うん、さて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 、若干むくみもある、うん、こうやって考えてるんですよまあその間こう治療の道具こうやってるんですけどね。でこの場合かかとに対する治療っていうのはかかとを取り巻いてるんですから、腎経膀胱系ですから F3F4 でいいのかなと、痛みっていうことに関してはですね。ただアレルギーがアトピーがありますので、それによるむくみがあって、そのむくみを踏んづけたために痛いのかな、これもよくあります。足がむくんでる人って足の裏を痛がるんですよ。それとかおまんじゅう踏んだような感じで痛いっていう人もいます。でもどうもそれとは違いそうですよね。かかとが痛い。今度もう一つ、今度は右に回した時に左の方がかかとが痛いんですよと、それはちょっとなんか見なきゃいけないですよね、うん、どれからやろうかなと。で最初こう問診票見た時に、あ、 HOF やりたいなと、やりたいなっていうか、もうこれやらなきゃいけないだろうなとは思うんですが、まあ、上向いて寝てみてください、はい、その右を回転させて左のかかとが痛むっていうのはなんか嫌な感じしません？上向いて寝て、はい、自分でお腹を押さえてみてください。押さえた感じどうです？若干痛いです。どこが？真ん中？真ん中あたり、はいはい、右左はどうですか？大丈夫です。そうです、うん、真ん中です。うん、どうですか？この足の指もなんか嫌ですよね、うん、こうなんか重なってるでしょ。はい、ちょっと手を下に下ろしていただいて、はい、一番上からね、これ大丈夫です？はい、次これ
いいですか、はい、大丈夫そうです、はい、大丈夫そうです、いいですかね、一番下も大丈夫、今まで手術はないですか、はい、あの、はい、子宮の方の手術、はは、これはどうです、大丈夫、少しやなかった、はい、こっちは大丈夫です、はい、これは大丈夫です、はい、これは、大丈夫ですね、今度はちょっとこの押さえた感じと右左同じですかね、これはい、変わらないです、変わらない、これは大丈夫ですね、はい、大体同じ感じですかね、はい、同じ感じです、大丈夫ですよね、はい、大丈夫ですね、はい、内臓的にそんなひどくはないからちょっとそれはこっち置いといて、まあアレルギーの治療からいこうかなと、左足ですよね、はい、ちょっと小指から圧痛点を探してみましょうかね、そうです、今こう押さえて、こうこれか、これで見える、押さえてこういうふうに見て、大丈夫です、若干痛いですこれは大丈夫です、はい、同じ力で押さえます、大丈夫ですかね、はい、一番強かったのは一番先端のこれですか、はい、これ今度はこっち、こっちはもう映らないですよね、大丈夫ですか、はい、これも、あ、付け根のところが痛い、付け根のところが痛い、他は大丈夫ですか、はい、かかとはどうです、あ、今は大丈夫です、大丈夫、はい、内側はどうですか、大丈夫ですか、ね、はい、かかとのこの辺が痛いんですね、そうです、これ痛みがありますか、はい、そこが痛いです、ギャっていうほど痛いです、はい、ギャっていうほど痛いです、あ、そこまでは、これ、あ、痛いですこれは、あ、痛くないです、ここにちょっと痛みがある、はい、あ、痛いです、これは、あ、そこはまだ痛いです、大丈夫、はい、これは大丈夫ですか、はい、圧点探すの簡単ですから、なんかお話でもしながら顔だけ見ててください、もう顔に表情がこう出ますので、これは大丈夫です、はい、大丈夫です、これも大丈夫ですかね、これも大丈夫、これも大丈夫です、はい、もう問題一番これですか、あ、そこ痛いです、はい、これちょっと鉛筆貼ってみましょうかね、小指のこの痛みを踏んづけるがためにかかとに痛みが出てるのかもしれませんから、こういう全部触ってみてこれだけ痛かったわけですから、鉛筆を貼ってみたいと思います、変化があるかどうかを探します、これ一番先端、この一番先端の部分ですね、これ大丈夫です、これ、はい、ちょっと痛いですけど、はい、こっちは大丈夫、こっちは、あ、そっちの方が痛いです、こっちの方が痛い、ここは、じゃあこれとですね、はい、これとこれと、あ、もう分からなかったです、これですね、はい、こっちは大丈夫ですか、そっちも若干痛いです、若干痛い、はい、よいしょ、これですね、この位置です、ここしか見えないですねごめんなさいってこっちらこれちょっと起きてください、うん、こっちで立ち上がってかかとの痛みの変化があるかどうかを教えてください、足を下ろした時は若干あるんですけど、前に比べると随分楽です、随分、はい、かなり8割ぐらい楽になりました、これで良くなったっていう話でしょね、今度頭こっちにして、はい、踊り子さんは全員にサービスしなきゃいけないからこっちに足向けてください、はい、よくある話です、申し訳ないんですけど、あれだろうかこれだろうかと考えてて、いや待てよと、痛いんだからここ触ってみよう、鉛筆にポッと貼りました、あ、先生良くなりました、よくあるんですよ、はい、触らないで何をするかというと、もう一回確認してるんです、これです、僕が邪魔ですね
これで貼ってるところは。でこれで8割良くなってるんです。楽でしょ治療って。娘さんに言っといてください。楽なんだよ治療って。これでお金もらえるんだからね、免許早く取ってね。で、もう一回、あ、棒で探そうかな。棒がどっか入ってなかった。ないですか。入ってない。いや、じゃあね、なんか、あれ、あれの中。あ、はい、まあ、先生。で、こういう棒を用意して、この棒で、この鉛筆芯を貼ったところの前後左右を触ってみます。他に圧点がないかどうか。これ痛いですか。痛くないです。これは痛くないです。これはあ、ちょっと痛いです。これは痛くないです。ということは、この鉛筆芯を2ミリこちらにずらします。はい、立ち上がってください。生林の営業が来てね、鉛筆芯って聞きますよねって、だいたいこの辺にとか言うんですよ。バカお前って聞くか、そんなもんでって言うんですけど、あ、かかとの感じを教えてください。後方痛みながら。終わるとね、20分時間余ってるんですよ。まだ清潔しなくしてない。ここにひねってもらうのをお願いできますか。ひねってください。あ、少しだけ残ってますけど。うん、今から使われてしまう。そう、うん、使ってないですね。使ってない、全然2割ぐらい残ってる、はい、もうほとんどないということはここだということですね。はい、清潔しなく今からやります。あ、そっちだ。今日はいいモデルさんだ。楽させてもらってるわ。よいしょ。で、何をするかっていうと、清潔じゃなくて、あの圧点を白くするというのを今からやってみたいと思います。清潔白くじゃないじゃないかと言われそうですけど、まあ先端の方だと思えばですね、延長線上です。あの指先のことを考えると、例えば足の甲側のこのこっからこっちの治療っていうのは指先で清潔で治療してもいいんですけど、腹側、ただふくらはぎも後ろ側からこちらは10銭効きますでしょ。指先を白くする、その分け方でもいいんじゃないかと思います。で、この貼った鉛筆芯を外してここを白くしたいと思いますので、だいたいこの辺ですね。すいません。ここですから、ここですね。ここですよね。わかります。あの割り箸もらっていいですか。ここの 5,6 人にしか見えてないんですよ。ちょっとあのモデルさんにぐるっと回ってもらいますので、ちょっとこちらの皆さん待っててくださいね。足をかけてやる。そう、ちょっと待ってくださいね。じゃあちょっと起きてください、はい、で今度はこっち向いてください。いや起きていいですよ。で、こんな感じでここから出してるんですよ。わかります？こっち側はね、出しやすいんです。すごくとんがってるとこから出すって。いいです。で、今度はこっち向きましょうかね。まず向き、向き、向き、そうそう、お立ち台を用意した方がいい。僕はいいのかっていう話ですけど、ここですよね。これです。これです。この位置から。カメラの方にもください。カメラの方に？うん、一瞬でいい。カメラ全然見えてない。はい。いいです。こうですね。はい、あ、疲れた。だいたいそんなもんです。ちょっと。あんまり出してなかったら、もう5滴ぐらい出しておきます。
しこんなもんですかね。きれいに拭いて、ちょっと血が止まるまで待ってくださいね。よいしょ、あっちこっち見せて回らなきゃ大変ですよね。こういうのを出血大サービスって言うんですよね。関西に来たからこんなこと言ってるわけじゃないですけどね、なんか受け狙わないといけないのかなと、そんな考えてないです。誰か突っ込んでください。いいです、止まってます。違う、でも立ったらまた 出ますよ。まあいいでしょう、このまま立ってもらったらいいじゃん。はいはい、じゃあ立ってください、はい、まあどっちでもいいですよ。どうぞ。はい、もう答え分かってるわけですから、鉛筆芯を何回か貼ってもらってもいいんですよ。どうなんですか。もう痛みないです。あ、こうしても、あ、もうちょっとだけ残ってるぐらいで、うん、いいんです、いいんです。はい、はい、お疲れ様でございました。ありがとうございました。